おはようございます。西田航です、えー。2月13日月曜日っていうところでいかがお過ごしでしょうか。前日収録しております。週明けですね。と今日ね、えー、と僕、よし、R8 をハンズオンできそうなので、ちょっとお時間いただいているので、フォトハウス銀座の方で、えー、触ってこようかなと思ってます。まあ、RP を自分で持ち込むか、まあ、RP、R6 マーク2ですよね。ここが結構、この2台、ボディが肝になる。 R8 の位置づけになるかなと思ってまして。どういうことかと言いますと、えっ、ー、と、R8 は、えー、ボディは RP。で、中身は R6 Mark i ほぼね。ほぼ。まあボディな手ぶれ補正とかないけどっていう。とか、こう、シャッター膜は降りないけどとかね。そういった細かなことはあるんですけれども、えー、まあ実情で吐き出てくる絵は、あの、かなり R6 Mark i に近いというところで、 あの、絶妙な機種なんですよね。もう値段が高いどうこうとかっていうところを飛び越えて、そこにしかない機能をうまくねじ込んできている。で、さらに言うと、北米とかになると、まあ、えー、っと、価格競争力まであるっていうことで、えー、っと、まあ完全無欠のっていう。まあおそらくはもう日本の市場っていうところが小さくなりすぎて、まあ全体的には日本の所得も低いし、日本人自体のね。なので、 まあ値段はまあ一回据えいて、もうどっちかと,いうと北米、ヨーロッパ、その他アジアですね。要は勢いのある、要は金持ってる国の人々にいっぱい買ってもらうと。こういった価格戦略でいるのかなと。なのでいっぱい売れる、いっぱい買える人たちのところは比較的値段も抑えられるし、えー、あんまり買わない人たちのところは値段が高くなるっていうね。そういったまあ為替とかの問題だけでなく、そういった考え方もあるかなっていうふうに思っております。なのでやはり、 やはり、あの、自分ら自身もね、あの、なんていうかな、あの、貧乏になっていくっていうのは、いろんなことで、こういった試行品に関しては、例えば車、時計、カメラとか、こういった最低必需品、生活必需品の最低のものっていうのは、もうほんと外食とかも含めて、国産のものに関しては問題ないんですよ。まあ、アメリカ、あの、カメラは国産じゃないかとかっていうんですけれども、こういった世界基準で、えー、っと、作っていく。 世界の人を相手に物を売るっていうような思考品に属するものに関しては基本的には日本人は買えなくなっていくっていうまあ昔のね、薄来品みたいな考え方に戻っていく戦後とか戦前とかっていうまあ今の現状だとそういう風にならざるを得ないというところでまあどこのタイミングでブレイクスルーを起こすか僕ら自身もまあ要は稼がないとカメラなんて買えないんだよっていうね昔みたいにえっ、ー、と カメラが安いって思えてた時代っていうのは逆に100年とか150年近くあるカメラの歴史の中でもわずか5年から10年ぐらいなんですよ。それまではカメラっていうのは基本的にレンズも含めてえっ、ー、と高い。あの試行品の部類になりまして、要はえっ、ー、と車って今みんな高く感じてますよね。国産車が軽自動車が100万じゃ買えない時代とかって言いますが、車もそうなんですよ。基本的にはあの買えないものなんです。あの今までが ちょっとこう安すぎたっていうかね、あの、当たり前のように所有できる時代で、買い替えられるような時代、買い替えていくこと自体が、えー、正しいサイクルみたいに思っていたんですが、その辺の変化も必要になってくるということで、まあ何が言いたいかっていうと、稼がないかっていう。あとは、いっぱい稼いでいる外国の人たちに関しては、それでもね、あの、落差があるとは思いますが、 価格勝負ができるっていうね、数を販売するっていうところで、全体的な価格を下げられると。当時の 5D Mark II や 5D の時代の15年ぐらい前の日本も売れてましたからね。とにかくね、育児デジタルだったり、えー、一眼レフデジカメ、キスデジタルとか、売れてるからこそ安くできたわけですよね。なので、今は売れないから、そして逆に言うと売れなくなればなるほど値段は上がっていくと。まあ、これはもう必然なので、えっ、ー、と、買える人が買えばいいっていうね。そんな形の、 流れにななっっててくるるかととといいいいうう中でで今日とあるカメラを買まましたということでございますちょっとね、えっ、ー、と、今日来るのかな今日届くのかなですが、まあ今日僕比較的、えー、日中は R8 祭りっていうところもありますので、えっ、ー、と、そのカメラがいつ来るかっていうところもあるんですが、来たらまあちょっと開封動画撮りつつ、そのカメラをなぜ買ったかみたいなところの、えー、理由付けもできたらいいかなと思ってます。ふと思いつきましてね。あの。 ぜひコメント欄にて、えっ、ー、と、何のカメラを買ったかを予想していただきたいんですけれども、まあ、ヒントはここですよね。えっ、ー、と、僕以前、秘宝動画出したんですけれども、メインチャンネルで、えぇ、ー、LIKA の TL2 が、えー、要は高級映るんです計画を立てていたんですけれども、要はこれを F16 に絞り込んで、F16 に絞り込んで、えー、ゾーンフォーカス、置きピンのパンフォーカスで、 ただ押すだけで、面で写真を構成していくっていう、えー、計画を立てていたと。TL2 は、えー、1.5倍の APS-C の i モセンサーだったので、これが 28mm だとすれば、40mm でパンフォーカスを作って撮っていくのって面白いんじゃないかと思って楽しみにしていたんですが、結果、 えー、バグが出ていて、あの TL2 っていうのはもうボタンがほぼなくて背面で全部操作するんですが、そこがバグっていたということでもう一回リリースしちゃいました。で、まあ他のね、あのいろいろと出さなきゃいけない動画もある関係で、まあそのまま修理とかっていうところでよりかはもうそのまま返金してもらって、まあ、TL2 はいいかなっていうところ。で、ふと、あっっていうのが思いつきまして、 えー、もちろん僕のあれなんで思いついた瞬間に秒でポチるっていうところでポチったんですけれどもそのカメラが今日来るのでまあまた、えー、と僕の高級映るんです計画要はゾーンフォーカスで置きピンパンフォーカスで押すだけで絵を構成していく中で、えー、このレンズですよねもうどうせ置きピンにするんだからめっちゃ薄くて 小さい方がいいじゃないっていう。これ、ズマロンの F5.6 のレンズなんですけれども。なので、もちろんこのエルマリートとかを付けてもいいんですが、これね。これ。エルマリートとかを付けてもいいんですが、これも小さいからね、かなりね。なんで、ですが、まあ、薄さ小型で言うと、明らかにズマロンの方がより小さいですよね。小さく、小さいっていうことも考えると、よりコンパクト。 ちょっとこっちのが軽いかな。しかもズマラフムが1 6 0グラムこっちが1 8 0グラムだったかな、190、1 8 0ぐらいだったかな。ぐらいですよ。でも本当、僅差の重さで、これは本当、真鍮削り出しみたいな感じなので、結構ずっしりしてるんですよね。それと、マウントアダプターかますと、やっぱりこのライカの L マウント用のアダプターは、ML マウントのアダプターは、これさえも結構ね、作りが超がっしりしてるから重いんですよね。これ2つで、結構マウントアダプターが 100g ぐらいあるのかな。 かなまあ、以前ですよ、254g ぐらいでした、これ、重さだけねなんで。まあまあ、ちょっとしたレンズの重さはありますね。これで 250g になりますと、この、えっ、ー、と、ズミクロの 35mm ぐらいになってしまうっていうことで、 あのまあ重くはなるその辺のマウントアダプターって実はちょっと 100g 重量足されちゃうんですよねなのでマウントアダプター遊びとかっていうけどコンパクト性能を目指していくのであれば結局は最後はね重さ重さだけで言うとこの M 型の M11 と、えー、直接この M 型のレンズをつけるっていう選択肢一択にはなっていくんですがより M 型よりも よりコンパクトで、より映るんですかさせるための計画を、あ、これはもしかしたらいけるかもっていう。あの、もちろんね、僕のことなんで、えー、失敗することも多々あるんですよ。なので、失敗したら失敗したで、またダメでしたっていうふうに言うかもしれませんが、やっぱりチャレンジは常に大事なのでね、とあるカメラを今日、ポチって見て、届いて、そして、えー、このコンビで運用してみようかなっていう。このコンビ以外にももちろんね、あのー、まあ、 マウントアダプター系でやっぱ最高級秒写のこれとかね、アポズミクロイン M35mm とかもあるので、なのでちょっとね、実は今日 R8 を触れるワクワクもあるんですけども、まあぶっちゃけ乱暴に言うとね、R8 はワクワクっていうよりかは、実際に実運用の方がワクワクするんですよ、R8 って。もう単純に RP のボディなのに R6M2 の絵が出てくるっていう事実。なので、 ボディを触った時の多分新鮮味はないと思うんですよね。僕はもう RP も R6 m a r もゴリゴリに使ってきたタイプなので、あ、もう本当にキメラってわけじゃないですけども、上は R6 m a ク k 背面は、上面は R6 m a r 背面は RP っていうところで、えー、握った感触は RP っていう。まあ、劇的な進化違い、グリップが明らかに変わったりしたらそこはレポートしようとは思うんですけども、RP と違うよっていうね。その辺かなっていうところで、あんまりワクワクっていうよりかは、 えっと、実際に手元に自分が本当に自由に使える、えー、ローデータもキャプチャー1に対応してくるとか、そういう実需要っていうところで、末長く使っていくカメラになるだろうなっていう予測がついてる。こちらの R6 マ k ク i もそういう感じです。ですが、R8 が来たら、僕のカラーオブシリーズとかゲイズとかの運用で考えると、明らかに R8 の方が今後はキャノン機で一番リアルに稼働していくっていうのは多分、 トータルバランスで言うと R8 になるんだろうなってことが現時は予測されてます。ですが、何かちょっと子供の発表会とかってなった瞬間にはすぐにこっちが出てくるっていうことで、ですがこの収録に関しては R3 っていう。あの一番最高級なものを失敗できないものをやるときは R3。ですが、まあ、ふわっとってわけじゃないですけども、ちょっとした失敗はしたくないけど、たやすく記録したいっていうときは r 6 m II で、 えー、要軽量化で自分の作品を撮り続けていきたいっていう時の R8 っていうね。なんで、ライカの M 型ライカと、M 型ライカと R8 が僕の中では横に来る、横並びの機種になるかなっていうことを考えたりはしている次第っていうところで、そこに、えー、変化球っていうかね、あの、スパイスのように、その、あの、とあるカメラをが入ることによって、めちゃくちゃコンパクトで、こういった 薄型,の薄型の小さなコンパクトレンズを使った高級映るんです計画を復活させようと思っておりますので TL2 でね大ごけしましたからバグって動かないっていうねなのでこれは実は諦めておりませんでして何かいいカメラはないものかと虎視眈々と狙っていたものですからそれがあっていうひらめきのもとこれいけんじゃないっていうところで1個カメラを仕入れてみましたので え、近々メインチャンネルにこれはあげようかなと思っております。開封兼、やはり作例も一気に見せちゃった方が面白いかなと思いますので、まあ明日来て R8 触って明後日ぐらいから本格稼働できればいいかなっていうぐらいに思っております、ね、何卒楽しみにしていただけたらと思います。と同時に今日は R8 を実際に触ってきますので、こう触った感じで中身の、えー、と作例とかは出せないんですが、 ああのまあ、持ち帰ってもいいよとかって言われるかもしれませんが、うん、なんかフォトハウス銀座で撮っただけでちょっと語れないのでいつもの僕のノリでスナップしてみないと自分の、えー、写真のそのと画像クオリティーみたいなところは出せないのでそういった意味では1回置いといてこう触った感触ですね例えば僕は R6 マークスに関してはこの指がかりがすごい R6 よりも良くなったとかっていうそういった細かなディテールの部分 まあ、メーカーは、いや、それはね、一緒ですよっていうようなことを、自分なりの、僕はこう感じるなっていうところを、ニッチな部分とかを見つけたらご報告しようと思いますので、ぜひとも、えー、皆様ね、あの、楽しみにしていただけたらと思います。えっ、ー、と、今日月曜日って、火曜日は西田塾の熟成動画がありますので、まあ、それで、えっ、ー、と、水曜日かな。水曜日に、えー、R8 のハンズオン、僕内のハンズオン動画を、 出してみようかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思っております。というところで、今日もスカイカラーをお過ごしください。西田田した。どうも。